ちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、なんか酔っ払った。こんにちは。こんにちは。っていうか、はい、まあ、問題といえば、問題で言えば、うん、まあ、いろんなオフになってくるとさ、はいはい、いろいろ言われてくるじゃない。まあ、例えば、ね、あの原監督がさ、はいはい、もう DH 導入した方がいいんじゃないかとかいう話もあるし、はいはい、まあ、クライマックスっていうのも問題もあるし、うん、まあ、アメリカ海を飛べばあのワンポイントが禁止なんですね。まず DH からどういう考えを持ってるか、導入ということですか。そうですね、はい、僕はまずこの多分 DH ね、原監督がおっしゃったのは、ちょっと今セリーグとパリーグの格差みたいなのができてて、でパリーグがずっと勝ってる、でそこのまあ一つの要因すると DH なんじゃないかみたいなところがあるんですけど、なんか僕は別にセリーグは DH 使わずにこのままやってもいいのかな、もうなんかそこじゃないところに今ちょっとセリーグの戦力的な問題も大きいと思うので、まあね、DH がやったらセリーグ勝つかっていうとまあちょっと違う可能性もあるから、じゃあ今度 DH 使ってセリーグ負け出したら もっときついかなと思うので、まあ今までのことを大事にするっていうところも一つあっていいのかなっていう気はしないでもないです。僕は DH はなくていいと思いますね。まあ一人レギュラーが増えるということだとすると、そうですね、はい、まあ選手に幅ができるというか、はいはいはい、まあ、それと、まあ、確かに DH を入れるとピッチャー大変になるよね、はいはい、そうですね、うん、だからピッチャーのレベルも上がるんじゃないかっていう、はい、そうですね、まあ、そういう考えもあるんだけども、まあ、高校野球とかはね、まだ DH も使ってないんで、まあ、小学生ともそうだし、でも監督やってて、うん、まあ、DH あったら楽ですよ。交流戦とかやったら楽でしょ。 DH は楽です、まあ、楽っていう、はい、いうよりも、いや楽です、暇でしょ。だってピッチャー交代をまず途中で考えなくていいし、うん、例えば早めに変えて、まあ、パ・リーグだったら DH だったらもうピッチャーが自分が使いたいだけ使えるんですよ。でもセ・リーグだと 1-0 とかで6回とか7回とかで回ってた時にそのピッチャー変えなくちゃいけないランナーが出たりとかする時があるんで、非常に判断が難しいっていうのがあります。だから DH だと楽です、監督は。まあそうだね、はい、だから戦術が詰まってるのはピッチャーを入れる、はい、入れた方がいい、ね、はい、だからその辺の駆け引きはやっぱりセ・リーグの面白さもあるんで。そうだよね、はい、だからどっちがあってもどっちもあっていいのもいいのかと思いますけどね、うん、DH だからもう揃えなくてもいいっていうことで、僕は全然揃えなくていいです。セ・リーグはセ・リーグで、はい、パ・リーグはパ・リーグで、はい、その野球でいいじゃないかと、はい、いうことだよね、はい、じゃあクライマックス、クライマックスは僕は今は正直その消化試合を少し減らすっていうことで、収益的には球団もうみんな良くなってるじゃないですか、残りの 3-4 試合が消化試合になるのか、それともクライマックスを争う試合になるかではかなり収益が変わってくるんで、企画自体は悪いと思います。ただそのシステムが3位のチームまで優勝の可能性があるとなると、日本シリーズ出る可能性があるとなると、12チーム中6チームが、まあ、まあ最後に残るわけじゃないですか。でなおかつハンディ戦ですよ。1のチームに1勝ハンディ上げて、で2位と3位が争っていると、もう1位以外にハンディ上げるってことは1位に勝つためにやらせるってだけの大会なので、ちょっといらないかな。あとはこう僕ら野球関係者は分かりますけど、一般のファンの人が見ててこれなんでこれ3勝しかしてないのにもう勝ち上がっちゃったのとかっておそらく思ってる人たちもいるので、野球を知らない人たちも見ててこう分かりやすいシステムにしたいと思います。だから今は営業的な収益がよくいいんですけど、もうちょっと違うプランを考えてました。で僕が考えてるのはやっぱりこう一番理想ですよ、セーパーイーカなんかがあって3つあるんですよ。で優勝とワイルドカードで1チームが出ると、これはハンディ戦じゃなくて誰が優勝し、僕が優勝してもみんな納得がいくと思うんですよ、理想は。ただこれ球団が今12球団で 4-4-4 に分けてもちょっともっとつまらなくなります。 4-4-4 のワイルドカードだったらちょっと、なのでちょっとやっぱり球団を僕はどんどん増やして、で理想はですよ、理想はもう、6チームぐらい増えちゃってね、666で優勝で2位の勝率の高いチームが出てきてやるとすごいこう分かりやすい、分かりやすいなるんですよ。いや俺と全く同じ考えです。ああそうですか、うん、俺は地区で分けて、はいはいはい、いやそれで移動の距離も少なくしちゃってみたいな、はい、でもそれシャッフルでもいいんだよ、はいはいはい、もうくじ引きで、はい、今年は北の地区とか、うん、西地区とか真ん中中部地区とか分けてやるんだよ、うん、巨人と阪神がもう全く当たらないとか、あ、はいはい、そういうこともあるし、ヤクルトがなんか西のくじ引いちゃったとかさ、うん、西ばっかりでやるとかさ、うん、
なんかそういう風な、だこれも多分今までもずっとプロ野球ってセパに分かれて2つでやってたから、もう日本の国民のみんなとかも野球関係とかも4チームとかになったらもうすごい少なくておかしいと思うんだけど、でもさ結局さ3位までさ日本シリーズ出る可能性あるんだよ。3、4、12に分けて優勝のワイルドカードでも同じレベルじゃないですか。いやそりゃそうだ、どっちか言うたら、うん、そりゃそのセリーグパリーグの優勝に関してはちょっとランク価値観では少し下がるかもしれないけど、見てる方からすると分かりやすいと思います。いやそれと楽しいと思うよ、楽しいと思います。いろんなところが見れるから、はいはい、俺はアジアをもう統一しちゃえばいいかなと。それもありか。あで韓国4チーム、はい、台湾2チームです、うん、でやる、そのアジアの中でドラフトができる、うん、すごいですね、うん、そしたらもっと面白くなるんじゃないかな、うん、だからまあ結局状態がいい時ってこのままでいいと思ってしまうじゃないですか、人間って。僕らもそうだけど、今いいから幸せだからこのままで、でもやっぱりなんか手を打っていかないと変わらないと思うんで、現状維持だけですから、なんかこう変わることによってもっと良くなったりするんじゃないかと思ったりするんですけど、ただ現実は18チームはちょっと厳しいんで今のところ。でもこれもね、みんなそう思ってるだけでは分かんないですからね、うん、だからアジアを取り込ん で、うん、でね、まあ確かにあのジャイアンツが台湾に行って試合するとかさ、そういう風になってくるとアジアが活性化するんじゃないかなっていう、アジアのレベル的に、うん、まあ、メジャーリーガーってアメリカだけじゃなくてね、やっぱりみんな世界から集まってやるから、いや、もうそこが統一できたら、うん、本当にワールドシリーズっていう本当世界一を決める大会ができるんじゃないかっていう、向こうでワールドシリーズ、こっちでアジアシリーズを制した者が戦うっていう、ハワイで、まあ、取材に行けるから。それ自分は行ったでしょ。なんでハワイなの。いやハワイじゃなくてもいいよ、はい、どっか違ったんで、ハワイじゃなくてもいいんだけど、なんかそういうことがやっぱできないかなと思って、まあ、それぐらいのスパンで考えた方がいいってことです。やっぱりこう今で縛られたら、だってハンディ戦ですよ。しかもあれですよ、1勝1敗とかで雨で中止とかになったら2のチームが勝ち抜けますんだよ。 そんないい加減なルールで、うん、もっと考えた方がいいですよ。なんか今いいからってそのままじゃダメだ。そうだよ、引き分けは勝ちと一緒とかも分かりづらいで、そんなの引き分けは勝ちと一緒、ね、雨降って試合が伸びてったら、上のチームが勝ち抜けとかさ、そんなシステムでやるんだったらやんない方がいいでしょ。だからどちらが有利かっていうと、やっぱもう3位のチームの方が有利なんだよ、精神的には。ああ、そっか。だって失うものがない。で、俺覚えてるのがさ、阪神と DeNA がドロッコの試合になった時、甲子園になったの、はい、阪神は引き分けでいいわけ、はい、DeNA は絶対勝たなきゃいけないわけ、うん、だからそこら辺の戦略がさ、なんか勝つのか引き分けるのかっていう、阪神に迷いが生じて負けたんだと思う、うん、阪神があの時。だからね、そういう勝負っていうのはフェアじゃない、面白くないよね、うん、引き分けで OK です。だから確かにファンの人ってやっぱこう3位のチームを応援して、あ、クライマックスいけるって、まだ少しの夢が、うん、これはだからいい企画だ、これはいい、これはいい、だからそこを消化剤減らすってみた、だからそれをもうちょっと違うプランで絶対考えるべき。今もうちょっと良くなってきたからって、このままでは絶対ダメなこと、まあそうだよね、だって面白くないもん。そうだそうだ、西武とかさ2連覇してさ、4試合ってやっぱさ、リーグで優勝したチームが出た方がいいじゃん、うん、ね、そりゃそうだよ。分かりづらくないですか。いや分かりづらい、日本優勝したけど日本シリーズは出てないとか、うん、2位で通過したけど日本一になったとか、でもこれソフトバンク否定じゃない、ソフトバンク頑張ってからいいんだけども、これ今のシステムやってる、まあね、やってるからこれはこれなんだけど、やっぱそこはもうちょっと、ソフトバンクなんて気分そんなに良くないじゃない、だって優勝してないのなんか言われる、そういう優勝もいるでしょ、まあそうだね、まあ、その辺もなんか考えて僕はやるべきだと思うな、クライマックスシリーズもうちょっと考える。だから本当の日本一は何なんだっていう思うよね。確かにそうです ね、うん、だって長い間さ戦ってきて優勝したんだよ、何そこに最後のチームとまた戦わなきゃいけないけど、 それは10試合20試合の話だと分かるけどさ、147試合目あって2試合で最後に2と3位決めて、その後3試合勝ったとか、ね、そんなやんなくてよくない。まあそうそうそう、まあ組合が上がるけど、なんかもうちょっとみんなが分かりやすいシステムにしてほしいな、と思う。じゃあ海を渡ってワンポイントがなくなる、ワンポイントがなくなる、ワンポイントがなくなる、だからもう完結しなきゃいけないという、ね、僕は多分それは時短のための企画でしょ、うん、時短はそもそもなんでそんなに短縮しようかっていうかっていうと、そもそもなんかテレビの中継とか、放映権とかで、ね、映像が長引くとかでしょ、まあ、帰る電車の心配もあるのかな、
でもさ、球場ってさ、2時間半で試合終わったらドリンク代とか食べ物の売り上げとか少ないからね。4時間やったらもっと売れるわけよ。だからなんか時短をするためにルールを変えるって俺はちょっと賛成しないな。いや俺もうそれだったら7イニングでいいんじゃないかと思う、ね、もうさっさそうしたいって話になっちゃうね、うん、いやそれだったらスピード感ももっと上がるだろうし、ね、それでも多分ワンポイントなんだけど故障した足痛いって言ったら変えれるわけでしょ、ね、どっちもしていや、まあ、そしたら真っ白となるけど真っ白だよね。でもさなんかそのための時間を短縮するためにやるんだったらちょっと違うと思うか。いやそれだったらさリクエストだとかさ、うん、そういうのの方が俺は時間がかかってるアメリカでも早いんだよね、はいはい、こっちシステムがね、うん、日本は遅いよね、うん、だって営業とか球場の営業とか2時間で試合終わったら結構売り上げ少ないからね。4時間やったらすごいんですよ。ビールとかなんとかってなってたら、いやそれがもうね監督に言いに来るらしいよ。雨で中止するかしないかっていう、はい、いやちょっともうこれじゃ無理でしょって言っても、いやいや、やっぱもう弁当が届いてるとかチームによってはね、ヤクルトはそんなことなかったけど、はい、チームによってはもう弁当仕入れてるからとりあえず会場だけして弁当だけ売って食べさせてそこから中止にした方が弁当は全部消化、あとで消化できるじゃない。大変らしいんだよそこら辺が。まあでもそれはちょっとリスクあるんでしょうがないからその部分はね。まあでも時短の話とはずれたけど、私は全然時間平気ですよ。だって大好きです。終わんなかったらみんな早く帰って家で見たりすればいいでしょ別に。そんな、うんうん、そんなに気に なんでちょっと時間をそんなに気にするんですかね。いやだからやっぱテレビじゃない。テレビですよね、うん、あとやっぱ時代に合わないっていうのを感じてきてるんじゃない。まあオリンピックの種目としてなんか今回は来年は今回出るけど、うん、結局野球ってほら長すぎるから、いやもう次から外されてる、ね、3時間半と4時間とか分かんないんでちょっと取り上げづらいっていう部分を考えてるのかな、うん、それだったらしょうがない。他のスポーツだときっちり時間が決まってるからな。そうなんだ。だからソフトも外されてるでしょ。あそうですね、うん、だからまあ短縮することはいいことだと思うけど、それによってルールまで変える必要があるのかなって。だから戦略戦術がさ、もうどんどん減っていくんだよ、ね、だったらもっと早く試合始めるからさ。ああ、いやそしたらサラリーマンが間に合わないとかね。だから昔はあの横浜スタジアムは6時15分から首都圏からちょっと遠いということで、その15分を遅らせて来ていただくという。ああ この間またちょっと話変えていいですか、はい、話題1個変えていいですか。いいよ。高野連の球数500球ってあるじゃないですか。で僕は球数に関してはもう好きにしてくれって話なんですけど、うん、登録人数を18人でやること自体が間違えてますね。25人とか見てるけどピッチャー短縮してって投げれないのに人数増えないんですよ、うん、登録人数を20人とか25人したらいかがですか。いやそりゃそうだよね。それも人がいるっていうことだから、ね、そうですよ。だから負担かかんないわけだからね、うん、球数だけ減らしますそしたらピッチャー誰が進むって話じゃないですか、うん、でもねその成長度合いもあるじゃない、うん、投げるだけないよね。だからあの辺はちょっと数字的にはさ、今後どうなっていくか分かんないけど、まあ制限は別にどっちでもいいです僕はしてもしなくても。まあでも怪我をさせないという意味ではね、うん、それは制限を設けた方が圧倒的に怪我は少なくなると思うけど、ただその持ってる選手の能力はどういうところなんだっていうことだよね、うん、まあ、実質500球投げた選手ほとんどいないみたいですからね。何人もいないみたいな選手が500球。そうだよね。地球制は20人で大体ベンチ入るでしょ、うん、で甲子園に行くと18人でしょ、うん、なんで2人減らすんですかね、うん、20人2人削るの相当簡単大変ですよ。もうそれ大変だよな。20人別に入れてあげたらいい。いやもうちょっと増やせばいいのか。そうなんですよ。25人でいいじゃん。増やせばいいんですよ。でも玉川制限をした時点で絶対高野連は増やすべきですよね。そうだそうだ、はい、その分ピッチャーがいるからね、はい、もったいないと思いますよ、うん、そしたらみんなに負担かかんないから。そうですよ。人数増えないと玉川制限減らして試合にならないですよね。 そしたらだってさ今高校野球って1チーム100人ぐらいんだよ。もう20人でも25人でも入れても嬉しくないんだよ。いやそうですよね。別にそうだよな。ベンチ外れるメンバー多いよね、うん、そらさ20人いた人間を2人切るってそれさ監督の団長の思いだよ。団長の思いですよ。そうですよね、うん、だからもうちょっと増やすことは考えた方がいいですね。